なんで人力車だったんですか。いやこれ聞いてよ。どうしたんですか。NSC がなかったのよ。あ、東京 NSC の前だから。じゃあ JCA 三期生で次の年 NSC できてんの。ふざけんなよって。いやいやいや。俺マジ当時マジふざけんなよと思ったもん。吉本行きたかったみたいなことじゃないですか。いやいやだって俺お笑いといえば吉本ってあるじゃない。そうですね。え、じゃあ吉本もっと早ければ行ってました。いや絶対行ってたと思う俺は。あ、そうなんすね。僕はね、な、志村さんの紹介。俺は日本映画学校っていうね、はい、雲南さんが出てた学校があって、はいはいはい、横浜放送映画専門学校って言ったんですその時。はー、うん、そこに受けに行ってたのよ。いやそれは絶対行ってた、まあ、落ちたんだけどね、うん。ほぼ落ちないから。落ちた話しましたね。ほぼ落ちない。落ちてんじゃない。いやいや ほとんど落ちない。相当やばいやつだったんだから。なんでだったんだろうな、ね。いや本当に落ちたかどうかは分かんないんだよ。そのなんか通知が来たのかな来ないのか分かんないんだけど。いやだから入れなかったんだよね。入れなかった。多分落ちたんです。通知が来たのかも分かんないし。分かんない。相当やべえっすよ。相当やべえね。当時はね。実力のある芸人たちだけの歌ね。お笑い実力派4月スタート。毎週水曜夜11時15分。